これに入ったのって感じでは。本当では。随分なんか本当にそれらしくなってます。桶に盛り付ければ見た目も立派なお寿司。さあ今度はお客様に食べていただきましょう。あ、すみません、お邪魔します。チェーンして一発解凍の冷凍寿司だとはご存じないお客さん。美味しいですよ。実はですね、これ冷凍のお寿司なんですよ。これを今、電子レンジで解凍しまして、そのままお持ちいたしたんですが。ああ、全然そんな感じはしないで、普通の。あ、そうですか。お寿司とかよかったね。はい、どう今の感想を聞いてたお客さんの。いけるなと。全面的に本当に言ってんのかな、お世辞かね。いや、お世辞じゃないと思います。目を見たら素直な目をしてましたんで大丈夫だと思います。あ、いい性格だね。1年間でいくら売り上げる。今年はもう10億目指して。自信が湧いてきた本部長。女性の心をつかみたい。うん、これ冷凍なんですか。そうなんです。思ったより美味しいです。どんな風に思ってたんですか。なんか回転寿司のもう少しまずい版、だと思った。美味しい。思ったより。おお、そう。これが一応現物のもうカチンコチンのものなんです。これ今レンジで。冷たいですよね、ちょっとね。そうですか。電子レンジでチンしたお寿司ってどうですか。ねえ、なんかピンとこない。まあ電子レンジだね。そうです。ちょっと前に電子レンジで2分間チンとして。月に 1,2 回はいいかもしれない。あ、そう。月に 1,2 回680円。月に3回はいいかも。1,2 回から3回になってきた。もう3回食べていただければ嬉しいですね。1年で売り上げいくら。10億。3年で100億。へえ、呆れてるよ。そんなに売れるもんかと思ってんの。よりどりですよね。そうですね。あ、どうもごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございました。すみません。100億頑張ってください。はい、わかりました。ありがとうございます。画期的な冷凍寿司を開発して業界に殴り込みをかける浦島。大手企業も参画を試み、家電業界は寿司専用の解凍機の開発に取り組んでいるという。一つの冷凍食品の発明が莫大な経済効果を生もうとしています。利用者にとって解凍こそが大問題。そこで主婦のための解凍教室。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしく。何なりとおっしゃってください。それではピラフを、これね、やっぱり炒めるにちょっとコツがある。パラ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 っと入れて炒めます、強火で。で、だいたいこう透明になったなと思ったら、ワインかコンソメスープを1人前大さじ1杯でシュッと入れてパッと蓋して。蒸すわけですか。蒸すです。そうするとふわっとなるんです。エビだらけですか、こっちは。あ、美味しい。よろしいでしょ。美味しいですよ。はい、ね、グラタン、まあ上が真っ黒で中がやっぱり冷たいっていうので困るっておっしゃる方、急ぐときにね、ちょっとね、温めた牛乳ちょっとこうかけてください。これが媒体になってね、大変ふっくりと焼けます。グラタンができました。またトレイをどうぞ、はい、皆様にグラタンです。どうですか、中まで。中までよあったか、おいしい。そんなに焦げて、どうぞ。このグラタンうまいですね、めちゃくちゃ。だからね、そのエビでもちゃんとできてますね。どうですか、ね、プロが教える解凍術、カニはどうするのだ。こちらカニ道楽さんのカニというのは、はい、冷凍ですか、生ですか。生と冷凍と両方来ております。はい、冷凍もかなり来てます。やっぱり生のあのカニというのは身がこう甘エビみたいにトロンとしてますよね。はい、あれが冷凍のカニでこううまくトロンとなりますか。はい、なります。このお水は
はこれ普通のお水ですか？はい、そうです。これで大体どのぐらいの時間かかるものなんでしょうか？15分かからないぐらいで。そんなもんで。カニの解凍は至って簡単。流水につけて15分、カニは生に戻ります。レンジでチンはいけません。難しいのはマグロの解凍。横浜でうまい寿司屋と評判のお店が教えるとっておきのテクニックとは？このマグロも綺麗な色してますよね。はい。で、お水出てませんよね、下に。うん、出ません。どうしてこうお寿司屋さんがこんなに綺麗に解凍してるんでしょうね。やっぱりその技術力っていうのがありますね。こちらは何かこう独特の、はい、うちはうちの独特のやり方でやっておりますんで。あるんですか？はい、はい。このカチンカチンの。もうこれはかなりカチカチですね。そうですね。ね、あ、もう音が。石でしょ。石というかまな板叩いてるような音ですね。そうでしょう、ええ、こういうふうに熱湯ですね。はい、こっちですね。水と大体30度ぐらいです。こういう生ぬるいお湯にダイレクトにこの切り身を入れるわけですか？はい、そうなんです。塩ですね。これ普通のお水、冷たいお水ですよね。これは冷たい水です。ね、お塩を、かなり量すごい。海の水と同じぐらいですね。あ、しょっぱい。これでしょ。あ、しょっぱい。これがこういう風に入って。あ、もう生ぬるいお湯の方もういいんですか？あんまり長く入れておくとダメなんですね。それを今度はですね、もう取ります。これを取りまして、あ、もういいんですか？これでもう、ふたも柔らかくなってます。こういうふうに柔らかくなってますね、ほら。あ、ほんとだ。布巾で拭きまして、こういうものにこう、くるみます。ペーパータオルに。そうですね、くるんで、で、冷蔵庫で1時間ほど置いておいてもらうと、きれいに解凍できるんです。よいしょ、よいしょと。はい、あれすると、まあ、これは冷凍でも、わさびは生で、はい、そうです。わさびは生じゃないけどね。はい、まず召し上がっていってください。綺麗なね、うん、色も鮮やかでみずみずしい。ぬるま湯と塩水につけ冷蔵庫に1時間。これは覚えておきたいテクニックです。うん、あれだけ強い塩水に入れても美味しいでしょ。全くしないんですね、その色がパーッと出ますね、うん、塩水で入れますと、うん、ですからそれが塩の力なんですね。水分が 96% のこんにゃくも冷凍が難しい。ところがこんにゃく入りの牛丼を作る工場。牛丼があるじゃないですか。牛丼の素。牛丼の中で一番難しかったのって何ですか？やっぱりこんにゃくですかね。こんにゃく、はい、こんにゃくなんてこう切って入れちゃえばいいですよ、冷凍。いや、凍結するとこんにゃくがクラゲになっちゃうんです。これは普通の昨日スーパーで買ってきたこんにゃくなんですが、うん、凍結しといたんです、昨夜、うん、多分クラゲになってると思います。ああ、もう筋ばっかりのクラゲですね。噛み切れないわ。最初これを入れてたんですか？そうです。こういったお客さんに何じゃこりゃっていうその前のこんにゃくに変わるものって何入れてたんですか？一番最初はいいとこんです。どうだったんですか？クラゲになりました。糸コンですから本当に糸になりました。糸になっちゃった。はい、ああ。それはやっぱお客さんからダメだって来たの？そうですね、私は糸は頼んでない。ああ、それでどこに変わるの？それで春雨にしました。うん、春雨の場合は凍結しても大丈夫なんです。うん、それはお客さんは大丈夫だけども、私は春雨は頼んでない。うん、難しいんだ。難しいと思います。だからこんにゃくの入ってない牛丼も多いですよね。うん、じゃあこのこんにゃくはどうやって作ったんでしょう。食べてみれば立派なこんにゃく。これ苦労したと思えない。まあ研究っていうよりも、そういう素材を探すってことですね。あ、じゃあここで素材作ってるわけじゃないんです。どっかで見つけてきたの？見つけてきたの。どこで見つけた？工場は名古屋です。こんにゃくの冷凍化に成功した会社は愛知県稲沢市にありました。こんにゃくの冷凍化で牛丼やすき焼きなどの鍋物の冷凍食品が可能となりました。
あれでしょうね、冷凍こんにゃく作ってるって。立派だな。 TBS なんですけども、社長さんいらっしゃいますか？あ、どうも。あ、こんにちは。あ、冷凍こんにゃくを作ってるって。はい、はい、そうでございます。その最初から作って、はい、パッともう成功したんですか？いえ、それまでにはものすごい苦労がありました。どれぐらい？もう本当にこの7年8年っていう苦労がありました。こんにゃくを冷凍すること。はい、これ冷凍したものをお湯で解凍したんです。解凍しても元のままですね。そうです。からこれが普通のスーパーで売られている、こんにゃくを冷凍かけたらこういうふうに、もうこれ本当にこう水が出てくるよ。ちょっと見せてください。あ、本当だ。切ってみましょうか。こうヘチマのようにこうなってんです。水をずっとこうかけてしまうと分かるんですけど、もうスポンジ状態にこうなるんです。本当だ、これ水がわーっと出てきますね。はい、これ普通のこんにゃくを冷凍して解凍するとこうなる。そうです。ここに行き着くのは、で失敗を重ねて。そうです。どうしたんですか？それでそのもっと簡単に、しかも安く、しかもいい商品作るためにということで、私が困ってる時に、その今うちのやってる顧問の本庄というものに出会ったんです。紹介していただいたんです。それが大手のどっか会社に入ってた人ですか？いや、そうじゃなくてですね、もう私はその実家に行ったことないんですけども、お家庭を本当に少し改造した小さな研究室でなんかコツコツやられてたという、とにかくありとあらゆる食品を今で携わってきた方らしいです。はあ、発明おじさん。本当にそうです。結構変人。まあ、私の口から言うのなんですけども、私と気が合ったのはこれなんですよ、実は。お酒？はい。お酒が好きなんだ。そうなんです。本庄さんってのはどんな人ですか？やっぱり面白い方だなっていう。もう夜中でも飛び起きてやったりとか、1時2時。はあ。だからパッと発想が思い浮かぶんでしょうね、寝てても。まあ、冷凍こんにゃくの生みの親本庄さんは、新製品開発の時は会社に泊まり込むという。どんな人かな？どうも、はじめまして。あ、どうも。こんにゃくのを冷凍成功させたっていうのは本庄さん？まあまあね。できた時はどうだったんですか？これはもうできるって分かってたんですか？ね、これはそんな難しいとは私考えなかったんですがね。でも全国でも何社かこのこんにゃくをなんとか冷凍したいって研究したとこあるんでしょ？これはもう何十件何百件ってあるでしょうね。そういう人たちができなくて、自分で本庄さんができた時はどうだったんですか？私らは別に人のできないものを作るの仕事ですからね。はあ、そのできたってのはなんかこう頭にピカピカってなんかあったんですか？これね、お酒飲んでる時にひょっと来ちゃった。お酒飲んだらひらめいた。ね、何がひらめいてきたんですか？澱粉っていうのはこういろいろありましてね、その澱粉とこんにゃくの粉のバランス、それと澱粉単品じゃこれ無理です。やはり何種類かのブレンド。こんにゃくに何種類かのでんぷんを加えると冷凍しても酢ができません。本庄さんはそのことをお酒を飲みながら発想しました。4年前に冷凍こんにゃくが成功するや、この会社は増収増益、2年前には新商区も完成させました。ひらめきが不可能を可能にし、会社を大きくしたのです。こんにゃくやって3代目ですよね。はい、そうです。研究して研究してできないのに、はい、なんで本庄さんができたんですかね？ですから、それがやはりあの人の持って生まれた星だったんじゃないかなと思うんです。だって日本中の業者の方もやっぱ虎視眈々と冷凍こんにゃく狙ってましたよね。はい、なんであの人だけができたのか、生まれた星ですかね？私もわからないです。不思議にならないんです。でんぷんを使ったことあるんですか？あります。冷凍こんにゃくを完成させたでんぷんですが、このでんぷんは冷凍食品にはなくてはならない影の主役です。
やはり冷凍化が難しい豆腐もでんぷんを使用することによって研究開発は随分進歩して